人に教えるみたいなことだったりと、まあ、体系的にというか3年の5月まで部活をやった杉山君が語る効率のいい成績が上がる 勉強方法に,ま他にもいろいろと勉強してた人たくさんいたと思うんだけど、まあ、杉谷はその順当に成績を伸ばしていった他の人と一体何が違ったんですかまあ一つは、えー、部活めちゃくちゃ頑張ってたんで自分は絶対に他の人よりも勉強していないということが分かってた。 なんで、他の、まあなんか、早めに受験頑張ろうってしてた人とか、まあ僕はそんなに頑張ってなかったみたいな人と比べれば、いや、そりゃ最初無理でしょうと、勝てないでしょうと。逆に言えば、今の水準って、いや、全然伸びるやつだよね、という前提でやってるんで、いや、最初が判定が悪いみたいなこと全く気にならなくて、いや、わかってます、わかってます、みたいな。まあ見ててください、みたいな感じでやってたかなと。 でもう一つが、えっと、すごい大事にしてるのは、まあテスト直しというか、自分がミスった問題って、ほっといたら絶対次もミスるんで、でもミスった問題があるってすごい、まあいいことで、それやるだけで、絶対そこは伸びしろなんだってこと分かってるわけですよね。で、普通みんなテスト間違えたところって見たくないんで、ほっとくんですけど、じゃあ気持ちはよく分かるんだけど、でもそこやるだけで絶対伸びるっていう、まあ、他のことはもういいんですよ。だってもうできちゃったんだったら、 できたものはほっときゃいい。できなかったやつだけマークすればいいわけですよね。なんで、まあもともとそのテスト直しとかは、なんでこれ間違ったんだろうって分かんなかったら聞くし、で例えばその暗記とか、一つ一つの問題とかでも、えっと、ミスったやつには印をつけとくんですよ。で、もう一回やる。で、もう一回やっても解けなかったやつには、さらに印がつくと。あ、これマジで敵だな、みたいなのがどんどん見えてきて、逆に言うとこう、できるようになっていけば、そいつらはもう消えていくんで、 まあどうでもいいわけですよ。どうせできるんで。っていうふうにしていくと、あ、この問題集でできないのこの3問かみたいな話にだんだんなってくると。もういけるだろうみたいな。もう、もう、さらにこう何集かすると、さすがにもう、勝ったみたいな。だからその、できる問題何回もやっちゃいがちだと思うんですけど、それはもう無駄なんで、えっと、できない問題をもう一個一個殺していくと、まあ、完全勝利できると。 まあ多分当日もできるんだろうなという気持ちで臨めるっていう、全、全殺しみたいな感じだったかな。まあ杉山流の効率のいい勉強方法。マインド編はまさに自分ができなくても大丈夫だと思って、無愚直に取り組んでいくこと。勉強テクニック編はもうひたすら、あの、ミスったところを潰していくっていう格好劇化みたいな。他に技術面、テクニック的なところってあったりするかな。あとまあ人に教えるみたいな。 ことだったり、自分の中でもっとまあ体系的にというか、ただあの一問一答ができるっていうことじゃなくて、例えば江戸時代ってどういう流れでどんな雰囲気の中で進んでいったのかみたいなことだったり、なんか日本史全体を見たときに税の取り方ってそれぞれどういう特徴があるのかとか、なんかそういうことを言われてもあのパッと答えられないと思うんですよね。 でもなんか、あの、よくよく考えてみると、ちゃんと教科書には割と載ってるし、それをちゃんと自分なりにこう繋げて、ストーリーにしている。あるいは、僕割となんか、世界史とかは、天井から下までつづ、繋がるぐらいの長さの年表を自分で作って、で、全部にこう語呂合わせで、いつそれが起きたか。で、それをこう横にも広げて、あの、こことここが関係してて、結果こっちが滅亡して、こっちがなんかめっちゃ伸びるみたいなこととかが、 あの、広がりで覚えてるので、一問一答のレベルでは、まあ忘れたらおしまいだし、別に何も理解してないの、部分もあるんで、それがこう、この時にこうなってたよね、こっちはと。こう関係してたんだね、みたいなことになると、まあ論述もできるし、人にもなんか教えれるし、こう理解としてこう、よりレベルの高い理解ができるようになっていくなと思ってて、人に聞かれた時とか、相談された時とかに、 答えれるぐらい、自分の中でなんか腹落ちさせていくみたいな。まあ、そこまでをやろうとしたのが良かったのかな。まあ今の話は、あらゆる暗記科目とか、まあ内容理解しないといけなくて、まあ、自分の中にちゃんと噛み砕かれているにしなきゃいけないよねっていう点では、えっと、日本史も世界史も同じだし、まあ例えば生物とかって、 まあ一つの事象をこう、まあどれぐらい繋げてちゃんと理解できているかとかなんで、植物の体はこうなってます。で、まあそれをこう全部覚えましただけじゃなくて、じゃあまあ動物はこうなってんだけど、動物にとっての種って何でしたっけみたいな。あそれは生死と卵死であってみたいなこととかって、なんか横にも繋がってるぐらいできてた方がいいのかな。 まあなんで、えっと、暗記系はそうやってこう、一問一答のレベルからより高めて人と話せるようになる。自分の中でもこう、いろいろ横にもつなげられるような、まあ理解ができていると良いよね、と。で、これについては、えっと、本当にこう、友達と話すのがいいかなと思っていて、友達に聞かれて答えるのもそうだし、なんでこうだったんだろうね、みたいな素朴な疑問が湧いてくるといいんですけど、まあお互いなんか、なんで、 わざわざ、オスとメスがいて、やんなきゃいけないんでしたっけそれって非効率だよねみたいな。いや、でもそれってこういう理由があってさ、とか。まあ、その論点だけでも、植物だとこうだし、動物だとこうだし、なんか動物の中にもいろいろあってとか、っていうのがあるんで、なんかそういう話が誰かとできたり、先生でもいいし、なんか親に言ってみるとかでもいいし、なんか言いやすい相手に、なんでだと思うみたいなと言ってみたり、 するのは楽しくやれるなぁ。あとは、ま、友達とこう、問題出し合うとか、ことも、ま、ゲーム感覚で楽しくやれるところだし、まあ、それがなんか、一人でやるところはもちろん、一人でやんなきゃいけないんだけど、割とこう、コミュニケーションの中で、あの、無理なくやれるというか、楽しくやれるところはあるよね、と思ってますと。まさにそこに塾に行かなくても、あの、現役で育って効率よく合格できた秘訣があるのかなっていうのを今、すごく感じました。 ちなみにじゃあ、暗記科目系以外の英語とか国語系とか数学系だとどうでしょう